次はね、59番橋の歌という歌をお送りします。ニューヨークにね、59番街に大きな橋があるみたいですね。この曲はですね、皆さんにねちょっと秘密をお教えしたいんですけどね、コードが、4つしかありません。4つしかないコードでね、こんだけ素敵な歌が作れるというもう見本ですね。そして、今日使うコードはその中でも C と G と Am、 C と G と Am 3つだけですね。それを使って最後まで、歌うんですけれども、その3つのコードでこういう曲になるというのを聞いてもらいます。素敵な朝が来た、ジェリミーチ飛んで楽しみを見つけよう、バラララララララ、フィーリングルービー、バラございます。59番橋の歌という歌でした。3つのコードね、 C と G と Am、 いずれも簡単なコードですのでね、皆さんもね挑戦してみてください。次はですね、これはあの先ほど紹介した映画卒業の中で歌われている歌ですね。4月になれば彼女はという、そういうタイトルなんですけどね、これもあのポール・サイモンのね、あのギターワークのこのいいとこっていうかね、あのこうハイポジションでね、ここであの D を押さえながらこう弾くんですね。これを発明したというのはすごいというふうに思いますけどね。歌の方も結構あの、まあ聴いてもらいましょうか。4月になれば彼女は、4月になれば彼女はということでね、そういう歌でした。引き続きまして、次はね、これも映画卒業の中で大変有名なシーンがあってね、主人公のベンジャミン、ベンですね、ベンが、恋人の、ね、ヘレンが結婚してしまうというのでね、それを差し止めよう、阻止しようと思ってね、スポーツカーに乗ってね、その結婚式が行われている会場に行くんですね、ビューッとね。するとガソリンが消えてしまってですね、でベンはそのスポーツカーをパーッと乗り捨てて走るんですね。実はベンはね、あの陸上の選手だったんですね、大学の時にね。でタッ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 と走っていくんですね。その時にこのバックでね流れる、ミセス・ロビンソン、アコースティックのねこのピッキングがねすごく活かされてる、本当にいい歌です。これを聴いてもらいます。Whoa, whoa.
ありがとうございました。今最後ね、ギターをね、ミュートして弾くんですね。この、実際映画の中でこういう音が出てくるんですね。ありがとうございました。引き続きましてですね、これはね、必ず今日やっておかないとダメですね。お叱りを超えますね。スカボロフェアという、歌なんですけども、スカボロフェアはね、確か私の記憶ではね、イギリスの地名だと思うんですけどもね、間違っていたらまた教えてくださいね。そこで、スカボロっていうところで開かれる市場のことですね、スカボロフェア。これも映画の中で、ヘレンと喧嘩をしてしばらく会えなかった、ヘレンが別の恋人と、こうデートしてるところへ行くんですね、ベンジャミンが。そういったシーンで確か流れてたんじゃないかと思うんですけどね。これやってみたいと思います。ありがとうございました。スカボロフェアという曲でした。もう一曲いけるかな。もう一曲いってみたいと思いますけども、最後の曲ね、ベビードライバー。ベビーっていうのは赤ちゃんですね。ドライバーはドライバー、運転する人っていう歌なんですけどね。これはですね、オープンチューニングというね、ギターの弾き方の一種があるんですけども、オープンデーチューニング、下からD というコードの構成音に合わせてね、ギターをチューニングしてそれを弾くんですね。その、ピッキングというか、オープン D のチューニングのピッキングがすっごくハマって、もう気持ちいい歌なんですけどね。今日は D のコードを押さえていくんですけどね。はい、これをやってみたいと思います。最後に聴いてください。ベビードライバー。ベイビードライバー、今日ね、皆さんに聴いていただいた曲もね、すべてフルバージョンがございます。ご存知の方多いと思うんですけどね、 YouTube でですね、薬師如来上原というふうに検索していただいたらね、現在ね249曲ぐらいがアップしておりますので、その中にはきっとね、皆さんのねお気に召すような、こんな歌も歌ってるかっていうのはきっとあると思いますのでね、そちらの方でまたフルバージョンもね楽しんでいただきたいと思います。それでは最後にね、初めにお知らせしましたように、来週の日曜日ですね、午後2時から、今のところ4名ですけども、この後100名ぐらいに増えるかもしれませんけどね薬師如来、ご利益カフェ、ご利益
ご利益や、ご利益、ご利益カフェ、第1回奉納会がありますので、そちらの方をどうぞ楽しみにしていただきたいと思います。はい、今日は15分お付き合いいただいて誠にありがとうございました。また来週お会いしましょう。失礼いたします。